霊柩車、霊柩車とは、早々において、遺体を移動させるために用いられる自動車。英国の霊柩馬車に起源があるとされるが、日本では、神道や仏教の建物様式を模した宮形霊柩車と、呼ばれる特の霊柩車が用いられている。質疑が常用漢字に含まれていないため、日本の法令上は、霊柩自動車と表記される。霊柩車は、 英国の霊柩馬車に起源があるとされる。霊柩車に自動車が用いられるようになると霊柩馬車は見かけられなくなっていたが、葬儀用に黒馬が引く伝統的な馬車が再び復活を果たしつつある。現代でも葬儀車に依頼すれば馬の二頭立てで御車付きの伝統的な霊柩馬車を手配してもらうことができ、霊柩馬車には根強い需要がある。一般に 米国の葬儀は教会あるいは葬儀者のホールにいて、取り行われることが多いが、葬儀後に墓地が葬儀場から遠い時は棺を霊柩車で移動する。日本では遺体を収めた棺を腰に乗せ、人が担いで運んでいた。腰の屋根は唐揚げハァフで、後の宮形霊柩車の原点となっている。その後、棺は第八者様のものに乗せて運ばれるようになった。このようなものは、 感謝と呼ばれる。第八社には二方派付の屋根が付けられ、側面には課長等の彫刻を施され、装飾や形状は後の宮形霊柩車に近いものであった。その後、トラックの荷台に前室の腰のようなものを乗せて運ぶようになり、さらにそれが自動車と一体化して霊柩車となった。現代十一世紀初頭の日本で、 一般的なスタイルは大阪にあったガトモという葬儀屋を経営する鈴木雄太郎によって1917年に考え出され、その後トラックシャーシ同様に重い仮想に耐えられるが、より格式のある高級乗用車のシャーシが用いれるようになった。昭和初期の霊柩車は主にアメリカ製高級車パッカードを改造したものが多かったという。戦前日本においては、 上流層の自家用や観光庁の公用車としてパッカードは好んで用いられ、そのボディが老朽化した後も丈夫で高品質だったエンジンとシャーシは再利用に耐えたことから旧型の払い下げパッカードは霊柩車ベースに多用されたのである。イギリスでは同様な理由で最高級車、ロールスロイスの中古車が霊柩車に改造されて使用される事例が多く、誰でもいつかはロールスロイスに乗れる。 死んで棺に入った時などと揶揄さた。アメリカ車は日本車やヨーロッパ車に比べて外して大型であり、比較的遅い時期までボディから独立したシャーシを備えた旧式設計を継続していたこと、エンジン出力が大きかったことなどで重く大きな霊柩車ボディを乗せやすく、日本では1990年代まで霊柩車への改造ベースに好んで用いられていた。2015年現在、 日本では約6000台の霊柩車が登録され、年間500台が更新されている。全国に約10社の改造メーカーがあり、特に手の込んだ改造ができる会社は6社である。その他、ワゴン車を改造したものや、床設備を搭載したものも作られているが、すべてオーダーメイドである。三岡自動車は、乗用車製造で培ったノウハウを応用し、 個性的なフロントマスクの霊柩車を開発、販売している。1990年代まではアメリカ製のバン型を輸入し使用することが多かったが、近年は国産車を改造した霊柩車が普及し、三岡自動車や川北のようにアジア圏へ輸出するメーカーもある。葬儀関係車両の輸出は国内メーカーでは川北が最小となる。プリウスアルファー、メビウス、クラウン、 フーガ、プラディア、ティアナ、カローラフィールダー、リュウギーワゴン、プロボックス、サクシード、アベンシス、シャトル、アテンザワゴン、レガシーツーリングワゴンなど、日本車のほか、ボルボ、ベンツなどどんな車両でも改造は可能という。ボディの色は多くが黒であるが、濃紺や白等も需要が増え、ピンクなどバリエーションが増えてきている。また、西洋型の霊久車の割合が増え、 宮形霊柩車の現象も見られる。注目を集めたくな、ひっそりと葬儀を行いたいなどが理由と見られる。霊柩車の様式は、むね宮形、洋型、バス型、番型に分類される。これらの背景から、増車や、経年劣化等による車両の入れ替えの際に、フレキシビリティに富んだ洋型霊柩車に倶え、導入する業者もある。これら4種とも、 棺をスムーズに乗せるためのレールと棺を固定するためのストッパーが設けられている。日本では、霊柩車は遺体を総裁式場から火葬場、土葬の場合は墓地へ移動する際に使用される特殊用途自動車である。一つの自治体、市、区、郡に対して霊柩車の保有台数の上限があると言われ、霊柩車を保有したい事業者の新規参入は空き枠がある。 地方部を除き限り難しい。軽自動車枠に収まる仕様の霊柩車も極めて少数だが存在し、黒地をお食事の事業用特殊用途車八ナンバーで登録される、軽貨物自動車運送事業に該当。2016年から2017年にかけ、国土交通省からの許可を得ずに、白ナンバーの霊柩車を運行していたとして、東京都や神奈川県の総裁業者五社が、 2017年5月に神奈川県警察から書類送検されている。かつては鉄道車両にも霊柩車は存在した。英正皇太后、明治天皇及び大正天皇の放御の際にその遺体を輸送するために霊柩車が製作された。皇族以外のものでは病客車によって遺体が搬送された記録が残っている。一般用の霊柩車としては 1915年、大正4年に、名古屋市の屋ごとに、市営の共同墓地と、仮想場が建設されたのに伴い、尾張電気軌道、名古屋市電の前身の一つが墓地に線路を引き込み、既存の電車、9号とされるが、4号とする説もありを、改造して、霊宮電車を製作している。この霊柩電車は、車体の中央部に棺を出し入れする幅ミリメートルの扉を設置し、 配送車と共に墓地まで運んだという。この霊柩電車は1935年、昭和10年頃、1931年、昭和6年とする説もありまで使用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。